様寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の、明かり山を開催したいと思います。本日は新年特別企画としまして、千葉大学学長の徳久健先生から学生に向けた新年のメッセージということでお話しいただきます。それでは徳久先生、どうぞよろしくお願いいたします。徳久です。新年のメッセージということで、まずはじめに新年明けましておめでとうございます。松の内過ぎましたけども、本年もよろしくお願い申し上げます。今日はですね、学生さんたちに向けて私なりの新年のメッセージを、準備してみました。30分ですが聞いてみてください。これ私がこの、昨年の4月に学長になった時の学長選考に使ったスライドです。こういうことをやりますよというふうに言いました。で、ご存知のように千葉大学は4つのキャンパスに分かれていて、9学部ありますね。そして私はこの全学で取り組む千葉大方式という形をとって、すべて全学で一丸となって常により高きものを目指して、真に広い視野を持って何事にも誠実に取り組む人材の育成を目指しますというふうに歌わせてもらいました。ここの真に広い視野を持つということがキーポイントです。そして誠実、これはもともと千葉大学の学生はですね、非常に誠実さにあふれているというのが評判です。今更言うことはありません。広い視野を持つにはどうしたらいいか、それを形作るのがここに挙げた1枚のスライドです。私たちはいろいろ文部科学省とやり合ってですね、30年ぶりに新しい学部を作ります。今仮称ですが国際教養学部というのを作ります。なぜ今こういう学部を作らなきゃいけないのか。子どもの数は少なくなってきているにもかかわらず、私たちはあえて今まで9学部だったのを10学部にしようとしています。それはこの教養という言葉と国際という言葉が非常にこれからの若い学生諸君には求められているからです。今まで国際というのはどっちかというと研究面で外国人と丁々走ってやり合ってやっていくということが主でしたけども、もうこのグローバル化の時代になってみるとですね、国際性を備えてない大学、千葉大生はいないというようなところを作りたい。そしてかつ教養を持つ、これは昔から言われています。教養を蓄えなさい、こういうような国際教養に特化した部局を作るということです。でこれを作るということが、すなわちこれからの千葉大学の学生教育の象徴だと思っています。すべての学部の学生がこの国際教養学部のような概念を持って卒業するということで、この学部を作るということで力を入れているわけです。すでにですね、私たちは学生諸君ご存知のようにアカデミックリンクセンターできてます。グローバルリソーセスできてます。インターナショナルサポートデスクできてます。イングリッシュハウスできてます。英語教育に非常に多く取り組んできています。そしてその仕上げとしてこういう部局を作って、この部局を作ればそこに先生方集めます。その先生方が中心となって全学の学生が国際教養を身につけるような、そういう基盤を持っていくということになります。すでにですね、斉藤学長の時代から、前学長の時代からですね、いろんな海外オフィスを作ってます。ですから今の学生たちは安心して海外留学できます。短期でもいいです。このうちの5カ所にはですね、私たちの職員が常駐しています。ですから行って分からなければ、そこで声をかけてくだされば、君たちは十分に留学経験ができる。頭の中でテレビでいろいろ描いてもですね、行ってみないと実際には何にも分かりません。まず行かせるということが重要で、斉藤前学長の時代からこのような形で海外オフィスを開いてきています。準備はもうできています。そして今日この建物、アカデミックリンク、これがですね、
この教養を身につけることの一番の象徴的な建物なんです。これ竹内図書館長がですね、自分方と一生懸命になって作り上げた建物です。この建物がなぜ象徴かというと、ここで教養が身につくわけじゃないんですよ。教養の身につけ方を学んでいただきたいんです。国際性はよくわかります。英語ができても国際性じゃないですよ。英語はツールですから、英語を使って自分の意思が伝えられる、相手の意思がわかる、それが国際性ですよね。行かなきゃダメだ。ポイント1。じゃあ教養って何だ。教養というのは、実はですね、私お正月に、年末にですね、本屋をこうパラパラっと見てたらですね、平積みされている本の中でこの田坂さんという方が書かれている本をパッと目についた。知性を磨くっていうタイトルなんですね。なんか面白そうだなと思ってパッと見たら、この一文に触れました。私がまさに考えてたことを言葉で言ってくれて、書いてくれている。答えのある問いに対してできるだけ早く回答する能力が知能である。こう彼は書いてました。そして答えのない問いを問い続けるのが知性である。こう書いてますね。そうだと思いました。君たち大学入るまではいかに答えのある問いに対して早く答えるか、知能テストを思い浮かべてください。誰でもできる問題で、短時間でどこまで回答できるかということを問うているのが知能テストなんです。この知能はもともと遺伝子で決まってますから、訓練すれば少しは伸びますけども、遺伝的にいいものをもらってきた学生さんは非常に知能的に優秀だということになります。ところがですね、 IQ の高い学生が世の中で人格者になっているかと全然違います。これは物覚えがいい、早く反応できる、そういう能力をもらい受けただけであって、それを磨いて、またそういう能力が劣っててもですね、ここに行ける問いの答えのない問いを問い続ける、この問い続けるっていうのが重要なんです。答えのない問題、自分の人生これで正しかったんだろうかとか、これは正しいことなんだろうかということを一生にわたって問い続けるということが知性を磨くということなんです。これを問い続けないでけせらせらで生きてくるとですね、教養すなわち知性は身につきません。すなわち人の上に立てないということになります。ですからもともと持っている知能がどうであれ、これから大学に入ってからですね、この深い知性を、教養を身につけるという大前提で、答えのない問いを問い続ける、この姿勢を忘れないでいただきたい。そうすると何かになります。で、そういうことをですね、気づかせてくれるのがまさにこのアカデミックリンクなんです。ここは普通の教養教室のですね、教室と違います。あそこは今あることをですね、いろいろ教えていただいて自分らの知識を広めているだけなんです。例えば私医学部出てます。医師免許を取るまではこの知能が非常に重要です。いろんなものを覚えて、そしていい成績で司法試験見てみればそうです。一点違えば裁判官になれたり弁護士になれたり違っちゃうそうです。例えば受かったとしても、これは知能なんですね。ところが卒業して医師免許を持ったり司法試験通って弁護士資格を持つとですね、その次に問われるのはまさにこの知性なんです。この知性を一生にわたって磨いていかないとですね、大したは人間にはならないということを忘れないでください。そして大学はこの知性を磨くための方法論を学ぶところなんです。いろんな学び方があります。机の上から学ぶ、外国に旅行したり留学して学ぶ、先輩から学ぶ、いろんな学び方がある。ただこの発想をですね、ずっと持ち続けていただきたいんです。もちろん知能を磨くことも重要ですよ。でもそれはちょっともう置いといて、そしてこれからはですね、
答えのない問いに対して積極的に問い続けてください。これはですね、歴史をが語ってくれてるんですね。私その例としてまずこの孔子を出します。これは私の一番好きな孔子の文章です。孔子はご存知のように紀元前5世紀2500年前にこういうことを言ってます。我15にして学に資す、以下70にして心の欲するところに従って範を超えす、こう言ってるんですよ。これは孔子がお弟子さんに、あなたの人生はどうだったんでしょうかって聞かれた時に端的にこの言葉で言ってるんです。もうこれ僕は読むたんびにですね、違った感じで感動しています。これだけ短い言葉で自分の人生をスパッと言える。ちなみにですね、皆さんよく富岳、40になるといよいよ富岳の年を迎えましたってご挨拶しますね。だけどこの富岳をどれくらい知ってるか、言葉として、ただ単に知識として知ってるなら知能がいいだけです。知ってるだけなんですよ。この富岳を富岳として理解したときに初めてその人はこの文章が理解できる。ですから今18、22、23の大学院生の君たちに向かってこれを理解してるとは思えません。知ってるだけです。それは経験の中でしか理解できないんです。私たちは経験を通してしか知性を磨くことはできないと思ってください。本の中から磨けない。本はヒントを与えてくれるだけです。机の上で勉強しててもヒントを与えてくれるだけです。経験の中から見えます。一例紹介します。これ私の履歴なんです。この大学に入りました。知能がちょっと人よりも良かったらしくてですね、医学部に受かりました。現役で受かりました。別に自慢することじゃないです。持った遺伝子をちょっと磨いただけです。ところがですね、入って、そしていろんなことを経験しながら、この医学部の助手として、臨床科を目指して医学部に入ったんですが、大学に行ったら研究が面白くなってしまって、研究もうちょっと続けないかっつって、そして基礎系の研究の基礎系の 教室のですね、助手に就任しました。これが大体樹立です。30にして立つ、自分で給料とこれ立つということですね。ところがですね、40近くなって他大学の教授選挙、教授に来てくれって声がかかりました。これまさに迷うんですよ。富岳です。これ四十にして惑わずってこうしておっしゃってるのは、迷うから言ってるんです。迷っちゃいけないよって言ってるんです。私ね、そう聞こえます。これを迷いの多い年になりましたってこう挨拶で使ってる方は表面しか理解してない。迷っちゃいけないんです。つまり決断しなきゃいけないっていうことを言ってるんです。この時に私ここでですね、医学部の基礎系の教授になるということは臨床を諦めということなんです。18、19でですね、ああ臨床科になって一般人を助けたいと思ったその初志がですね、ここで大きく方向転換してノーベル賞でも取ってですね、新しい治療法を見つけて多くの病気を治そうという野口英世的な発想にならざるを得ない、大きな自分の人生の方向転換ですね。ここが不惑なんです。迷うなよ。でその次に50になってですね、この天命を知る、地名ってこう言うんですけど、ここまで知ってる人は結構勉強してますよ。でなぜこの50歳で天命を知るようになるかというと、私の場合には40から50の間で千葉大に戻された。神戸大学で非常に和気あいあいとみんな一生懸命研究してる時に、ある事情があって入ってこいっていうことになって戻りました。でその時に感じたのは、ああこれが僕の人生なんだな、この大学のためにとことん尽くすことが僕のある程度の人生なんだなっていうふうに、自分のこの地名、天命を知ったというふうに自分なりに理解してる。そして今65です。自順と言います。耳従うと読みます。耳従う年になってですね、そしてこれ分かります？耳従う、このいろいろ解析本がありますから読んでみるとですね、他人の言うことが分かるようになったというのを耳従うということらしいんです。65になって学長室にいるとですね、いろんな方がいろんなこと言ってきます。はっと気づいた時にですね、
黙って聞いてて怒らないで聞けるんです。そしてあこの人はどういう経過でこういうことを言い出しているのか、これどう答えてあげたら本当にこうポジティブに答えていけるのかということを瞬時に、まあ、こんなこと言うとちょっと大げさかもしれませんがある程度答えれるようになってきた。これがですね、孔子の言う身に従うということの一部なんではないかなと私は思っています。ですからいろんな方がいろんなことを言う、それをですね聖徳太子は次々にこう同時に聞かれても解決してたと言いますけども、これも一つはこの耳従うの言葉の意味じゃないのかなと思っています。そしてこれから70に向かっていきますけど、己の欲するところに従って乗りを越えず、どういうことなのか、これが今私がこれから自分の人生で問うていくことです。これは何を意味しているかというと、孔子様は自分が何気なく行動しているのも全て乗り、すなわち規範に合っている、世の中の道理に合っているということを言っているんですね。世の中の道理というのはその年あの年代によって違います。この2500年前の道理と今の道理は違いますので、道理をどう捉えるかっていうのは個々の問題になってきます。ただ自分が何気なく行動しててもですね、全て理にかなった行動になっているよっていうことを言ってくれてるんですね。これはですね、あえて君たちに言いたいのは、僕たち遺伝子46本染色体で生まれてきています。20万年前からヒューマンとして生まれてですね、育って面々とつながってます。2500年前すでにこういうことを言ってる方がいらっしゃるということは変わってないんですよ。僕たちって今の時代必ず君たちもこの言葉が分かるようになります。ということは自分が今30代だったら20代だったらその次にどんなことが起こってくるかって分かるじゃないですか。そしたらその時代に合った書物から雛形を探して自分なりに努力していくということをすればですね、真の意味で教養人、知性豊かな人生を送れるというふうに私は思っています。それでですね、今日学生さんのためにこれ話しているので、私の大学から研修員、それから大学院時代のですね、ちょっと経歴を話させていただいて、その過程で、樹立までですね、立つまでどんなことをやってきたのかということをお話してみたいと思います。私は学生でヨット部でした。山中寮という寮にも存在いました。夏場はずっと寮にいてですね、涼しい中で先輩たちとケンケンガクガクやり合ってました。学生ですから理想的なことばっかり言ってました。ヨット部ではインカレの一部校を目指して一生懸命やってました。実際私が入った時3部でしたが、私の下の学年で一部まで上がりました。年間100日近く合宿して、本当に単位が取れるか取れないか、危ないとこを切ってました。この人間がこういうこと言ってるんですよ。学生時代に知能を磨いちゃって、もう遅いんです。知性を磨く、すなわちいろんな経験をしろということなの。自分の世界じゃない世界、今まで机の前に向かって勉強しかやってなかった人間が、初めて運動部のサークルに入って、先輩からどつかれて、何くそと思って頑張って、そういう経験がですね、私の知性を育んでくれている。そして、この講義もバカにしてはいけません。私の人生を決めた免疫学に3年生の時に出会いました。聞いてて面白いなと思ったんですね。で、先生に質問しに行ったんです。めったにそんなことありません。後ろの方でちょろっと聞いてるタイプの学生でしたから。でも面白いと思ったんで、聞いたらですね、全く分かってない、教科書がないんだよって言われました。今から40年前。でそこで私が学生によく医学部の学生によく言ったのは、そこでパッとやめるんじゃなくて、どうしたらいいだろうかって他の先生に聞いてもらったんです。そしたらこの人が免疫の中心の人だよ、免疫研究していらっしゃるよってことを教えてくださって、その先生から英語の教科書をお借り教えていただいてですね、学生で臨読会とかそういうのを組織したんです。ですからある程度リーダーシップはあったんだろうと思います。知りたいことはもう止められなくなっちゃう。それがですね、この出会いで、以降私がこの免疫学研究で生きることになりました。学園紛争は皆さん経験してないから、これはもう価値観の変遷、甚だしいです。昨日まで友達だった人間が、翌日洗脳されて僕を飽きうずするんです。お前何もやってないだろ。世の中良くするために何もやってないだろ。こっちはお前じゃ何やってんだ。俺は今活動してる。こうですよ。一回しかやってないのに。という時代でした。
ですから人がですね、これ人類として生まれてきて戦争は僕はなくならないなと思います。一晩で洗脳されますから、ああいう形でフランスでですね、射殺事件を起こして平然としている方が出てきてもおかしくないんです。それ人の遺伝子としてそう組み込まれているんです。ですから私たちは教育ないしは教えがいかに重要かということになってきます。そして幸運にも23歳で結婚しちゃいました。同窓生で、教育学部ですので、私より2年先に、就職してくれてですね、学生の時に女房から食べさせてもらったひもという生活をしてました。楽しかったですでもですね、心は全然ひもじゃないですよ。もう必ず将来は俺が何とかするという生きがいでいましたので、全然恥じることありませんでした。ただその狭いアパートのですね、高段アパートに、夏休みなんか休みですからうちにいてで洗濯物干してくれっつって屋上行くとですね、若い奥さん方みんな洗濯物干してるんですね。じろっと見られますと非常に恥ずかしかったのを覚えてます。うさっと人を見て干して帰ってくるという生活です。でここの5番目、これが失敗の中から何かを得るという一つです。私もう勉強にもかなり自信が、単位を全然落とさなかった、全て一発で受かってきてスルスルっと来てましたんで、もう落ちるなんて意識もしてなかったんですが、東京の研修部に行ったら落とったんですよ。あ、僕を落とす病院があるんだ、これ自分で驚天動地でしたね。やっとよくいい成績だったか書きましたから。でもですね、そこで分かったのは、この、病院がですね、翌日電話をかけてきて、正式職員に採用するからそっちでやってくれって言われた。でその時に僕ははたと気づきました。経験も積んでない研修の段階で職員にするって、そういうとこ行ったら絶対ダメになると思うんです。金払ってでも学ぶ世代じゃないですか。ですから私はそこではたと自分の判断のミスに気づいてですね、そして女房が勤めの近いところということで東京を選んだんですが、そんなの二の次ですよね。自分の一番の病院の千葉大の病院に戻って研修をいたしました。その時女房には辞めてもらって小学校変わってもらった。そこは口説いてそうしてもらいました。これがですね、こう人生の機微で判断の一つのポイントになっていると思います。ここでこの病院の勤務医として勤めてたら、またそれなりの人生を送っていました。でその時はそれなりに自分を磨いてですね、きっと素晴らしい臨床医になってたんじゃないかなと思います。ですからこれはただ単に線路のですね、切り替え線がどうなったかということの違いだけだと思います。あとやはりその研修時代、それから大学院時代の指導者メンター、これがものすごく重要です。繰り返し言っているように、僕たちは経験の中からしか知性は磨けない。知能として知性を理解はできるけれども磨くことはできない。これが気づかせてくれる、この雛形が指導者でメンターなんです。いい業績を上げている人だからってついていっちゃダメですよ。その人間が自分に合ってるかどうかということをよく見て、そしてその人のところでもって修行するんです。僕は心の修行だと思っています。いろんなことを学びます。それでですね、私の今日30分って短い時間なんで、かいつまんで述べていくと、仕事は人格の表れであると思っています。30代40代の指導者メンターをお会いした時に、その人が研究者だった場合に、その人格を見れば、研究内容を見れば人格がわかるというふうに私は思って、これは大沢の順番とかいろんなことでですね、その人の価値観が出てきます。そしてそのような人格をいかにして磨くか、こう思って研究を続けていくとですね、飽きないです。研究つらいです。これ知能では解決できません。まさに知能で分かってる問いを当てたってこれ論文ならない。世の中で分かんないことは分からせていくのが研究です。ですから私たちの知性を再動員して、みんなが分かってないことを明らかにしていくわけですね。だから楽しいんです。そしてこれが私のある程度の人生のモットー、研究ないしは仕事は面白くなかったら続かない。これ多田先生、僕の大学院生の先生の教えです。確かにそうなんです。ただ楽しいと思うこと、これが
長続きする秘訣なんです。でも楽しくなくてもちょっと垣間見なきゃダメですよ。一生続く問い続けろという問いにおいては面白くなかったら続きません。これは自分で取捨選択する権利があります。そして人生は他人と比較しない、これも私のモットーです。私があそこで研修部に受かってたらまた別の人生があった、これ比較できないんです。どっちが良かったかなんて、ましてや他の人の人生を見て羨ましがってるなんて、これ最低だと思うんです。確かにおめでとうって心から言えることがないかもしれません。でもですね、少なくともそう思った時には前なんか徳久が人生は他人と比較しないとか言ってたぞと思い出してください。そしてこれは君らを将来いろんな意味で救ってくれると思います。それから死を見つける、これはたびたび言いましたね。鏡がないと自分の求める姿が見えない、だからどう努力してるか問いも生まれないということになります。それからこれも多田先生の言葉なんですが、一つに秀でることは全てに秀でる、ただひたすらやりなさいっておっしゃった。私これ忠実に守りました。免疫学というのは広いんです。その中の免疫記憶という、免疫が記憶を持つことによって初めて私たちは病気から免れているんだと。ワクチンがまさにそうですね。この記憶を求めて仕組みを求めて30年研究続けています。いろんな努力をしたから一つのテーマで続けてきて、で、あ、ひたすらやってるとやっぱり何か明らかになってくるんだなっていうことが分かります。さらにですね、進路は困難な方を選べ、これは40前の、富岳になる前の人たちに言いたい。この困難な方を選んでください。留学生、これから留学しようとしている方に言いたい。留学が楽しくなったら戻ってきてください。そこにあなたたちの将来ありません。辛いうちは絶対帰ってきちゃダメです。自分にないものがそこにあるんです。で、留学から戻ってきたって一定しやってる留学です、外でやってることですから、あなたの人生の大きな変化にはならない。そこで学んでくることが重要なんです、留学。そう考えるとまだストレスがあるうちは残ってください。あなたの方の足りないものがどん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 満たされていく。ですから困難な方を選ぶ。そして身体症状が出たら限界だと思います。これも覚えておいてください。やはり心がですね、辛いって訴えるんです。もう頑張り屋さん、もうどん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 困難な方、困難な方ってもうはっちゃかめっちゃかになって、でもなんかやれてる、まだ俺は行く、まだ俺は行く。ところがですね、必ず体を訴えてきます。熱が出る、お腹が痛くなる、動悸がする、震えが来る、夜眠れなくなる、こういうことが続いたら、あ、これは限界だと思って素直に万歳してください。もうダメ、この部分では無理だと、そこまで言ってください。これを無理するとですね、今度やっぱり心の病になっちゃいます。風邪のような精神疾患にかかってしまって何年か無駄にします。これはその後また飛躍的に伸びる方もいらっしゃいますけども、できたらそういうマイナスの経験はしなくてよろしい。そして最後に私がよく言っているのは、現状は続かない。これ仏教の教えで諸行無常と言います。同じことは決して続かないんです。必ず変わっていきます。今素晴らしい映画を極めている人は必ず没落します。それは個人じゃなくても家計から見てもそうです、王朝を見てもそうです。もう、まあ、天皇陛下の家計は2000年続いてますけども異例ですよ。これは今君たちが厳しい時にいたらですね、必ず良くなるぞと思ってください。今有頂天になってたらこれは危ねえぞと思って心を準備しててください。こうすることによってかなり対応の仕方が違ってきて、そして君らの人生を間違わないハッピーな方向に向かわせると思います。最後にですね、この3つを提案、君らに今日提案して私の話を終わります。やはり自己の可能性を試してみてください。大学生の時にはよく俺は英語が下手だ、本当に下手なんですか、日本語喋ってるじゃん、アメリカ行ったら 100% の人が英語喋ってます、下手なり上手いなり、ただ発音がちょっと違うだけ。日本語を喋る人が英語喋るわけないんです。食わず嫌い、あ、自分は英語が下手なんだと思ったらどんどん行ってみればいい、イングリッシュハウスで喋ってみればいい。もしそれができないんだったらその人は勇気がない。勇気がない人は勇気をまず作るようにしなきゃいけない。
どうやったら勇気が出てくる。これは自分の楽しいことを見つけてですね、その中で自信をつけていく。そうすると不得意なことでもやってみようという勇気が湧いてきます。私はヨット部でその勇気をいただきました。高校時代まで運動をほとんどしたことありません。勉強一つです。ヨットの中で50人新入生が入ってですね、9人しか残らなかった。そういう厳しい合宿の中で耐え抜いてこられた。残念ながらキャプテンになれませんでした。僕より優秀なやつがいたんでキャプテン取られちゃいました。でもですね、その耐え抜いたという自信がですね、この自己の可能性を追求する勇気を与えてくれました。今まさに大学生で失敗しても誰も文句言いません。何の障害もありません。将来喜んで失敗することはないけども、チャレンジして失敗したら、あ、しまった、こういう失敗の中から学ぶということになります。将来に向けて楽しいことを見つけ出す、これが2番目です。あなたたちの問い続ける問い、これは楽しいことの中から見つけ出してください。そして見つけ出したらその問いをずっと問い続けてください。もう君たちは素晴らしい、教養人、知性の持ち主になってくると思います。まずどんなことが楽しいか見つけ出せません。ですからチャンスをこの4年間いただいたと思って、いろんなことにトライしてみてください。そして最後はまあことが重なっちゃうんですが、苦手なことに積極的に挑戦しろ。大学生になるとですね、もう自分の利点は大体分かってきます。でよく先生方は自分のあなたの利点を見つけてそこを伸ばしなさいって言うんですけど、僕は大学生の時は違うと思う。こんなに自由な、将来どうなるか分かんない不安はあるけども、与えられた4年間非常に自由なんですよ。この時代こそまさに苦手なものに挑戦して大人になって自立して自分が稼ぐようになったら、苦手なものに挑戦するなんてことはできません。怖くて、正直言ってそうですよ。自分の人生狂っちゃうかもしれない。ですからまさに今、苦手なことに積極的に挑戦してみてください。ちょっと時間が過ぎてしまいましたけど、これ私の生き様の中からですね、今日話させていただきました。ちょっとかっこいいこと言い過ぎたかもしれませんけども、日々こんなことを考えながらですねやってきてます。もし、いろんな質問その他知りたいことがあったらですね、学長室いますので訪ねてきてください。時間のある限り身に従う年齢になってますので、聞くことができると思います。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。